こんにちは、プロスパジャパンです。今日はですね、パナソニックの、レコーダーですね、DMR-XP21V ですね、こちら VHS とですね、DVD がついて HDD で、編集が可能です。はい、今ですね、DVD の中に入っております。こちらですね、DVD の方で、再生します。テストはですね、今日のこのテスト用のこの DVD を今入ってます。でこちらですね、今再生の方で切り替えて、リモコンはですね、この型番のものではないです。今こちらはですね 25V の純正の方ですけど、こちらじゃなくてですね、今ちょっと新品のを取り寄せてますので、新品といってもですね、他の動画でも説明してますが、メーカーものではないものです。ですけど新品でですね、性能も良くてですね、使い方も純正とそのまま全く一緒です。はい、他の動画でも紹介してますので見てください。はい、でこちらですね、はい、こちら今予告の、映像が流れております。これ問題ないですね。これ停止をしてですね、で、基本的にこの S ボタンというのがあってですね、これを押すとですね、このトップメニューからですね、ドライブ切り替えとか出ます。でこちらでドライブ切り替えを選択してですね、メニューをしちゃった。停止をして、切り替え、ドライブ切り替えをして、こちらで VHS の方を選んでですね、はい、で決定を押すと、ビデオに切り替わります。で再生ボタンを押すとですね、ビデオの方が再生します。でビデオの方はですね、こちらの、いつものテスト用のバグズライブですね、こちら今、はい、やってます。こちらも画像乱れはないですね、鮮明です。ちょっとモニターも古いんでね、なんかちょっとあれっていうように思われるかもしれないですけど、古いモニター使ってるんで申し訳ないです。はい、これですね、停止しまして、テープを取り出します。DVD の方ですね、 DVD も同じように取り出します。はい、でこちら SD カードも入ってますのでね、はい、あとでもうちょっときれいにしますけど、でサブメニューボタンを押してドライブ切り替えで、HDD に切り替えて再生します。そうするとですね、中身がない場合はこの表記されます。はい、あればですね、中は消しますのでご安心ください。はい、テストは以上ですね。リモコンちょっと新品が届き次第すぐ出荷します。あとは、どうしても傷等はあるので、できる限りクリーニングしてですね、梱包して出荷します。以上になります。お願いします。